はい、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、いとっちゃんです。さあ、今回は、こちらのグローバルでは初めてのショットガン、やっていきたいと思います。870ビッグホーンですね。これは、性能的には多分、あれと一緒かな。ジェアバのビッグホーンっていうか、まあ、初期で、ユーロで買える、レミントンと、ほとんど差はないと思われます。まあ、エイム射撃の方が、絞れて、手段良くなるので、まあ、待ちの時とかは、エイムの方がいいのかな。というわけで、こちらのショットガン、どのぐらい強いのかね、この環境でね、どのぐらい強いのか気になりますので、徹底的にやっていきましょう。さあ、やっていきましょう。どのぐらい強いんだかね。落とせない当たりどころが多分今のは悪かったね。待って、上におるんやけど。来ない。2発当てればとりあえず落とせるっていう安心感は。あー、今いたてきなんちゃうかな俺の。さすがにあれは落とせんよ。おっ、しかと8発入るんだね。いないか。やばー、ラグってか、おんも。ほんとね、このマップね、下がる。すげえフレーム安定しないんだよ。あれ、こっちいなかった？おぉ、ダメだ。半分持ててるよ、でも。今の最後の人ね。やばっ！えぐい。あ、ちょっとあの上のスナイパーやってみたかったわ。挑戦したかった。あ、自立くんじゃない？違う？あー、顔出さねえか。あー、ちょっと爆発させようと思ったけど無理だったな。足りねえわ。ショットガンはね、爆発しにくいんだよね。あ、後ろにおったわ。全然わかんなかった。あー、今ので落とせないのはもったいない。9割カットしてるわ。お、まだマジか。弾なくなってると思ったのに。全然ありました。ああ、なんでこんな昔の凱旋みたいな荒れ方してんの FPS。 うわ、ダメ今の。うわ、多分ね、腕の半分ぐらいだろうね、当たったの。なんかしゃがんでる。右クリームをね、いっぱいしたいんだけど、やるとね、画面がすごいんだよね。あ、来ないか、そっちか。まあでも売ってる感覚はマジでね、あれだよ。ほんとにね、普通にジェアバのレミントンってイメージ。すごい、先輩のスリッパ持ってたよ。いや、今のでどれぐらい削ったか気になるわ。味方。さあ、7発、8発も入るからね、ここ結構しんどいね、長くて。やば、事故った、最悪。あ
ー強い。いや、ダメか。いや、マジやりにくい。なんでこんなフレーム下がんの。あ、すごい。めっちゃ暗いやん。あ、上におる。あ、こんにちは。無敵でーす。あ、そっちか。あ、やばい。これ負けるんじゃないか。全然普通に負けるぞ。あー、むしろよく倒した今の。よくあそこだけ倒した。いや、めっちゃおるやん。いや、これはもうしょうがない。これはしょうがないよ。よし、やっていこう。ここちょっと広すぎないか。ちょっと広すぎない、ここ。嘘、これチートだろ、これチートだろ。さっき1ラウンド目チーターに会ってしまいましたね。まあ、大丈夫です。蹴られたんで無事。あ、これスモークか。そのゼロ距離で落ちんの。なんか登れない、ここ下手くそ俺。あ、いるし。めっちゃ下手くそだったんだけど、登んの。おー、やばい、マジストミスター。あー、これはやばい。非常にまずい。あ、何もしとらんがな、これ。おー、ここ行きたかったのに。大丈夫これ。あ、いないんだ。うまっ。見えるよ。俺には見える。俺には見える。わざと突き出した。やば。どうした。オッケーオッケーオッケー。お、素晴らしい素晴らしい。もうここじゃんじゃない。ここじゃない。当てたけどちょっとだね。22カット。どっから来た、なんで後ろから来た。一周回ってきたってことか。頭2発はやばいな。やっぱこれは強いよね、ショットガンの。すごい強いとこ。まあ、やっぱ基本はやっぱこんなもんですよ。こんなもん。結構いい感じになってたと思ったけど、こんなもんですね。なんもしてない。なんか毎回センター抜けられてる。これは見とけってことか、センター俺を。なぜか後ろから来るんだけど、敵が。いやー、死なんか。危ない危ない危ない、怖い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 。バビリギース。これはやばい。両方やん。後ろー。やばい、負ける負ける。いや、3キルしたよ、あと。ここむずいって、ショットガン広すぎるよ。ちょっと待って。痛え。うまい。うわ、きつい。後ろなんで。も
もうこんなんばっかなんだけど。はい、というわけで、まあこんなもんですね、ショットガン。こんなもんです。あの、やっぱアバのね、J アバのショットガンが全部ぶっ壊れてるだけであって、まあ実際こんなもんですよ、というような形でございます。まあしょうがないね。マップもマップだったしね、あそこショットガン持っていくようなマップではないので、まあしょうがないかなというふうに思います。殲滅もね、なんかすごいね、FPS 安定しなかったしね。まあというわけで、まあ、その無理やりなんとかこう、どうこうできるっていう武器じゃないっていうのはもう見てわかると思います。本当にね、まあ、次回というか、そのうちまたやりますけど、TPS か。このディペノムをやるときも、本当、意外とショットガンの立ち回りっていうのをちゃんとしていかないと勝てない武器になってますので、今のショットガン。なので、非常にね、ここは扱いどころが、簡単じゃないよというのは念頭に入れとかないと痛い目を見ます。俺みたくボコられる。ね、皆さん気をつけてくださいね。はい、というわけで、いつかまたこれに関してはリベンジさせてください。もう一回やりたい。頑張りたい。というわけで、今回はここで終わらせていただきたいと思います。お疲れ様です。